チャンネル。可愛い君はスズメメエナガカエナガ族なんとなく知ってはいた。でもね考えないようにしてた。だけどもうダメだ、気になって仕方がないんだ。まん丸のお目目、三角のくちばし、北海道全域にいるみたいだけどなかなか会えやしないよ。そこがまたいいんだけど、シマエナガ、シマエナガ、どうしてそんなに可愛いの。もくもくしてるの。シマエナガ、シマエナガ、君への想いがしまえないよ。正面から見た君のことしか知らなかった。その全てが真っ白で丸い生き物だと思っていた。そんなこと言われても君は困るよね。茶色や黒い背中も悪くない、むしろ素敵。シマエナガ、シマエナガ、どうしてそんなに可愛いの。ふわふわしてるの。シマエナガ、シマエナガ、君への想いがしまえないよ。そんなに可愛いの、君は大福なの。ついに泊まりに来たよ、シーマエナガということで、私の大好きな私の大好きな鳥、シマエナガのホテル、京王プラザホテルにやってまいりました。まあ今ねこんな状況なので札幌でしか観光できないけど、今日は経済回すぞということで泊まりに来ました。8月ぐらいまでシマエナガホテルやってるそうなので、もしね札幌近郊の方でちょっと気分転換したいなっていう方はぜひ泊まってみてください。はい、今日は一日何もしないでまったりする。スイッチ持ってきたからスイッチしたり、やったりしたいなと思います。はい、何食べようかな。可愛い君はスズメメエナガカエナガ族なんとなく知ってはいた。でもね考えないようにしてた。だけどもうダメだ、気になって仕方がないんだ。まん丸のお目目、三角のくちばし、北海道全域にいるみたいだけどなかなか会えやしないよ。そこがまたいいんだけど、シマエナガ、シマエナガ、どうしてそんなに可愛いの。モフモフしてるの。シマエナガ、シマエナガ、君への想いがしまえないよ。正面から見た君のことしか知らなかった。その全てが真っ白で丸い生き物だと思っていた。そんなこと言われても君は困るよね。
茶色や黒い背中も悪くない、むしろ素敵、シマエナガ、シマエナガ。皆さんおはようございます。北海道シンガーのしずかです。さあ朝を迎えました。この可愛いシマエナガちゃんたちを拝めることができたのでとても幸せです。めちゃくちゃね、大量のシマエナガちゃんに、ショコちゃんもね今日は連れてきました。はい、ということでもうあとご飯食べて、お家にね帰りたいなと思います。可愛い君はスズメメエナガかエナガ族なんとなく知ってはいた。でもね考えないようにしてた。だけどもうダメだ、気になって仕方がないんだ。まん丸のお目目、三角のくちばし、北海道全域にいるみたいだけどなかなか会えやしないよ。そこがまたいいんだけど、シマエナガ、シマエナガ、どうしてそんなに可愛いの、モフモフしてるの、シマエナガ、シマエナガ、君への想いがしまえないよ。正面から見た君のことしか知らなかった。その全てが真っ白で丸い生き物だと思っていた。そんなこと言われても君は困るよね。茶色や黒い背中も本当に多分このシマエナガのホテルは今しかねやってないと思うので、なかなかね来る機会が難しいかもしれないんですが、もしねタイミングがあればぜひシマエナガのホテル京王プラザ泊まってみてはどうでしょうか。シマエナガの鳴き声とかもテレビの音から聞こえたりとか、すごいねシマエナガが近くで感じられると思います。こういうね本とかあるんですよ。こういうの眺めたりしながら、とても楽しかったです。はい、ということで帰りにね、これを飲んでね、帰ろうかなと思ったんですが、電気ケトルがなかったので、持って帰りたいなと思います。はい。ということで、帰るだけ。はい。それでは、また次の動画でお会いしましょう。しーちゃーん。